はい、おはようございます。アローズスクリーンの審査です。今日は福岡県福岡市司月熊店さんにやってまいりました。そして早速今抽選の方を受けてきたんですけれども、今回は抽選番号の方がこちらです。37番。まあそんなに良くはないんですけど、前回よりはマシかなという感じで、まあ、狙いは今日は寝台のアクエリオン2、こちら座れればなと思ってます。それでは審査の街道日記第106話よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ来ました。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。さあ前回は第100話でお邪魔した、こちら司月熊店さん、今日もやってきましたね。おはようございます。いけるかな。いけそう。あ、いけましたね。1台取れました。1台だけ空いてましたね。さあ今日は博多実践、朝から早朝のアクエリオンス、こちらの台を抑えることができました。まだ街道日記で勝ててない機ですので、今日は勝利を願っていきたいと思います。結構1回転目にチャンス役を引くことって多いですよね、それまでも。さあまずはジャックスイカから。前回の実戦では結構ボーナスに関しても、まあチャンス役の後ではなく、なんで当たったのかわからない謎ボーナスっていう状況もありましたので、まあいろんなところでこうボーナスには期待できるのかなという感じはあります。これで100ゲームを消化したところです。現在投資は200枚。さあ今日は初当たりがどこで来るのか。いきなり苦しい立ち上がりとなりましたという展開だけは避けたいです。ここは強スイカ、初当たりのチャンスですね。まずここはボーナス1対1です。さあ強スイカは今日1回目、強フラグ自体今日1回目になりますけれども、ボーナスは非当選と。この後ですね、
投手を使いましたけれども、まあ、ここから追加投手となる前にちょっとでも追いつける状況になれば今日の勝負も面白くなると思います。これで今日1回目のビッグが終了ですね。ビッグ中の ART 当選はなしというところです。さあ行きましょう。あたまに、まあ、460ゲーム結構回しましたけれども、ここからですね、ボーナス、それから ART と早いゲーム出てきてくれることをもう願うしかないですね。投資が850枚あっという間に1000枚に行くような感じでしたので、なんとかこのビッグブンドコインで次の当たりが引きたいですね。残念。
してくれました。
の残りストックはあと3セットありますので、3、4、5、5セット目までが今確定している状態ですね。大変。1回目のボーナス、レギュラーです。長かったですね、当たるまで。
追加投資は150枚ですけど、持ち込みは全部飲まれてからの追加投資となるので、これでビッグ4のレギュラー10か。ここから続いてくれればいいですけどね、ビッグが。使って、まあ、相変わらずちょっとやばいなという状況だったらもう食べないかんですね。これはあんまりっていうかかなりやばい。
周りを見てみます。多分500枚ぐらい、500枚ないか、500枚あるか、交換すればマイナス1000枚を切るんですよね今。1400枚の投資に対して今交換がこれ520枚とマイナス880枚ですね。1400枚の投資なので100枚分あるんですよ、 IC コインが。100枚だけちょっとあの気になる角台の潮騒打ってみようと思います。いや、いいと思うんですよね。当たるかどうかわからないですけど、100枚で当たれば、100枚使えば980枚のマイナスになりますけど、当たればさらにマイナスが小さくなります。潮騒できますね。100枚だけ、はい、実践終了です。今日朝からアクエリオン2、そしてクリアの秘宝伝、そしてその後にミリオンゴッドゼウスバージョンを打ちまして、その後にもう1個潮騒を打ちまして、結局総投資の方が1500枚、そして交換の方がこちらですね、ミリオンゴッドゼウスバージョン、天空の扉からの赤7ありましたが伸びずと520枚の交換で、結果マイナス980枚ですね、980枚のマイナスという結果でした。以上、シーサの街道日記第106話でした。